はい、どうもゴルフペイングポーです。トモです。今日です。はい、今回は、新作クラブ2020年モデルのですね、ピンが R&A のリストに載りましたということですね。結構もうね、今年の春っていうか、もう2月とか3月とかに噂で G425、うん、425とか、ま、なん画像は出てないけど、なんか それだけね出てた時もあったんだけど、うん、もう G425 でしたね。一応 R&A のリストにはドライバーのヘッドだけ載ってます。まあフェアウェイとかユーティリティとかアイアンはまだ載ってない、まあ、この後載っていくでしょう。 G425 の LST です、うん、ロフトマー9度と 10.5 度。まあ見た目の感じで言うとこんな感じね、うん。まあ、前作と比べて、まあ、ロゴが真ん中ですね、うん。でまあ、G425 っていうのはもうそう下のヒールの方にあるっていう感じ。多分工事のこのフェイスとか、これはもう前作も書いてある。あとカチャカチャついてる。これも前作と多分スリーブも一緒じゃない。一作ごとに書いてたらすごく迷惑、ね、迷惑なので、うん。前作がね、変わったからね。で、まあ一番はこの後ろのウィートの、まあ、前作でいうと可変できる、うんね、フェードドローできるウィートが、まあ多分これついててフェードとドローって書いてあるし、うん、まあ、これが重りで、ただこれちょっと幅若干狭い感じがするんだけど、動かせる、この写真で見た感じがね、うん、前作はこの側面上に埋め込む感じだったけど、それでもこう見えてるし、なんのどこで止めてんだろうか。この角に思い切りこうついてたじゃん、うんうん、これの場合ここへこんでんじゃね。あ、そういうこと。ここかましてるかな、上の方かますというか段差がついて浮いてんじゃね、うんうん、まあ、いわゆるあのイナーシャ的な出っ張りが途中で終わってて、うん、そこをあのモノレールの下みたいになってるわけね。ちょっと立体的だね。そう、ここ立体的なんで、うん、マックス今回はねプラスがないんですよ。まだまだというか、これがプラスかもしれないし、で LST と比べたらもう全然この後ろのボリューム感が違うから、多分長いんだろうね。後ろにロフトも3つあるんだね、うん、9度、10.5 度、12度。これも基本的には一緒ですね、この後ろの作りとかも。そしてあともう一つが SFT ですね、うん、これはもう前作も一緒で、このヒールの方に、あ、捕まるところにしかウェイトがないみたいな。そうそうそう、もうここで固定ある程度されてて、うん、重みの重たさは変えられるかもしれないけど、うん、で、ほら、この見た感じがそのまんまだ。この後ろの方がそのままシュッて抜けてるから、ね、うんうんうん、ここがシュッて、だから多分ほんとここね、ちょっとこうイナーシャではないけど、うん、少し立体的な感じから抜けるか、ちょっとへこませてここにウエイトの部分を作るか、うん、これはもう 10.5 度だけです。でレフティーも全部ありますね。 LST も MAX も SF テックもレフティーはあります。クラウンの方とかもタービュレーター的なものがついているのか、そこ見たいね。これがだから、そのどんどんこうシンプルになっていってるわけじゃん、うん、クラウンが、うん、こう G400 の時は結構もう立体的にポツポツ開いてて、うん、クラウンの方にこうビシュビシュって入ってる、うん、だけどこっちはそんなに目立つような感じじゃなかったから、うん、また変わってるのかもしれないし。R&A ってなんで裏だけなの、ソールだけなの、いつも見たいじゃん。でもそれだけでいいんじゃないの。正面、この R&A って送るんだって、うん、ヘッドだけでいいんだってドライバーは、うん、で写真を多分もう適当でいいんだろうね。このいつもソールだけじゃん。ソールだけでいいんだろうね、うん、免許証とかの写真みたいじゃん。同じ方向しか写ってないから。でまあこの G425 っていうこのなんか変な数字の並び、うん、これは何なんだろうね。400、410、425、
まあ、前のモデルで言ったらもう i シリーズ、うん、あいつとか、まあ、アイアンとかで言うとね、あいつで i、次が5で10、まあ、15、20、25、5飛びだったね、一桁から30、うん、で G になって、うん、で G の次が、400でしょ、うんうん、だから次がだからもし出るとしたら30になるかな、430とか。あ、そう、増え方よくわかんないね。そうなんだろうね。まあこれに関してはね、また海外の選手とか、まあ、ババアトソンとかトニーフィナー、キャメロンチャンプとかピン使ってますから、まあ、その辺の飛ばし屋が、うん、まあ、十分に飛ばしてもらって、まあ、あのこういうさ、クラブが変わる時期っていうのはさ、僕はいつも思うんだけど、大画面のテレビ欲しいなと思ったの、うん、海外の PG 見てるとクラブを見たいよ、うん、フィニッシュで止まっててくれよって思わない、なんかあの、うんうん、ね、バッグもね、ちょっとしか映んないし、うん、まあ、この前のほらゴルフパートナー主催みたいな大会の時には結構クラブもメインで映してたりとか、うんうん、前のもいいんだけどね、うん、レディースの方で言うと、うん、あのまあ、女子日本の方がまあ人気でしょうから、うん、けどまあ渋野、うん、まあ、鈴木愛、あと、渋野の方ですかね、うん、多分、うん、どちらかというとに、これ使って活躍してもらって、うん、またたくさん売れたらいいんじゃないでしょうか。鈴木愛とか純正を使ってるんで、あ、まあ、純正のシャフトとかもいいと思うので、うん、これはまあぜひ、まあピンは比較的まあ誰でも使いやすい風ではあるはあるけどね、まあ、G410 のプラスとかがね、もうすっごい人気で使って中古もいっぱい出てきたけど、うん、それもね、本当はその間違いしなかったら多分本当は使えるんだよ、うん、もう今この G410 がすごい安くなってきてるからね。そうそう、値下がりしてますからね、うん、買ってもいいと思うんだけどね、分散が買ってました。あ、そうなんだ、ちょうどいい値下がりのタイミングで。いいよね、また調子いいんだけど、ね、はい、色予想しない、色予想ソールの色控えめにグレーとかだったりして、あ、それもあるかも、うん、まあそんな感じですね。はい、ということで、まあ多分発売とか9月10月ぐらいじゃないかな、リストに載ってから1ヶ月以内にはもうこの白黒じゃなくてカラーのやつが出て、うん、シダが発売の1ヶ月ぐらい前からだいたい始まるので、はい、ということでした。はい、今回はありがとうございます。